それでは本日もボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあボートレースチケットショップオラレシブシ開設11周年記念、本日4日目最終日を迎えました。さあ本日の第12レースではいよいよ優勝戦が争われますね、はい。さあ長谷さん、昨日の準優勝戦をちょっと振り返りたいんですけども、はい、さあ昨日長谷さんちょっとすんなりとはいかないかもとね、というのはね、枠なりにならないレースがね、はい、多かったんですよね。まあ実際 ね最初のレースだけはね、はい、枠なり進入となったレースで、9レースは飯山高等選手がね、はい、インからすんなりと押し切ってね、もうレースが終わった後ガッツポーズしましょう。やったでよ、やったよ、嬉しそうでしたか。嬉しそうでしたよ。ああそうなんですね、でまあ、外のね、そうそう、だからその後からねもう進入が乱れましたね乱れましたね。でもその10レースではね、はい、まあ前月言ったけど回り直して大外になった安田雅彦選手が、はい、まくりましたね、6コースからトップスタートからもうまくって1着でした。びっくりしました。毎月行くなと思ったけど、まさか回り直して6コースとは、そこからまたまくるとはね、はい、びっくりしました。素晴らしいレースでしたね。で11レースもね、まあ、6号艇山本浩介が毎月動いてね、はい、うん、石倉選手にとっては嫌な深い進入になったけどね、そうです、なんとか押し切りましたね。まあ、小坂選手がまくり出し迫ったけど、はい、なんとかもうバックで振り切ったというようなレースでしたね。ねちょっとね内容の濃い準優勝戦でしたね。そうそう、うん、でも結果としては優勝戦出場、する6選手 A 級選手、そうですね、6名になりましたね、うん、いい選手が揃いましたね、ましたよね、はい。さあそれでは早速優勝戦メンバーをご覧いただきましょう。さあ本日の第12レース優勝戦、ご覧の6選手で争われます。フライング出遅れ持ちはいません。さあ長谷さんにモーター評価いつもの通り上げていただいているんですが、すいません、ちょっといつもと低いでしょ、違いますね。今節はね、まあ初日の展望番号に言ったんですけど、はい、いいモーターがね出てなくてね、中堅低調、まあ、いわゆる低調系シリーズなんですよ、うん、だからもうね良くないモーターの中の争いでしたね。なるほど。石倉選手予選はトップ、はい、昨日は準優はねなんとか逃げましたけど、やっぱりね良くはなってませんねと。これ評価としてはまあ5点だから普通なんですよね。そうですね、回り足に関しては6点つけてもいいのかな、はい、ただ直線がね同じ人がいないらしいんですよ、まあ、ちょっと分が悪いと。だから伸びがね4点なんでね、まあ出足関係6とまあ似び4で、まあ足して2で割って5になったというようなところでしょうね。うーん、普通ぐらいという評価ですね。そう、安田選手もね、はい、あの今節の話するのもう今節はもう追いかけられてばっかりって、うん、なんとかもういっぱいいっぱいですよってことは言ってました。でも追いかけられてるけども追い抜かれてませんからね、はい、だからまあ悪くはなくて、まあ普通はあると思って5点。はい、飯山選手は回り足はいいと思います。ただ回りやすいというか乗りやすいだけでね、はい、直線はいい人いるし出足でもいい人がいるとは言ってました。うん、だから握って回ればいいけど落とした時はついてこない可能性がありますよね。なるほど、うん、大上選手は行き足関係回ってからの足中間速あの辺りがいいって言ってましたね、はい、で小坂選手はスリット付近は余裕がある、まあ、つまり伸びはいいと思います。うん、権藤選手もね船足自体は普通だけ中堅とは思うけど回り足はいいとは言ってましたね、はい、でもねみんな言ってましたいいって言ってもたかが知れてますよと。うん、だから今節の中ではいいっていうだけで賞味いいわけじゃないと。飯山君も言ってたんですよ、周りからはねいいねって言われるけど、はい、自分ではそうでもないって。だから本当賞味の足じゃないですよ。だから飯山君のこれモーターはね2連続優秀ですけどね。はい、そうですね、これ多分あのいいエンジン揃って言ったら良くなっても中堅上位くらいでしょうねって。いい人の中に入ると、うん、ってことですね。そう、だからほとんどね、まあ、そんなに、ね、極端な差はないと思います。優勝戦もうすごく出ている人がいませんもんね。逆に言うとすごく出てない人もいないという優勝戦でしょうね。はい、ちょっとね優勝戦にしてこの評価というのはね久しぶりと言いますかね。大体僕なんか9とか10とかね、うん、高いのをつけるんですけどね、はい、まあ、低調シリーズだからでしょうね。あの変な話、優勝戦メンバーよりもいい選手は11レースまで走る選手の中にも何人かいますよね。ああそういうことですね、はい、はい。さあということでまずは優勝戦メンバー6選手の、モーター評価交えて教えていただきましたので、はい、皆様ぜひこちらも参考にしていただければと思います。さあそれでは続いては第12レースの展開予想に参ります。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ12レース優勝戦早速見どころです。
石倉選手がスタート力を発揮して今年3回目の V へ。はい、石倉選手、船足についてはいいことを言ってくれませんが、スタートに関しては本人100点って言ってました。素晴らしい、とにかくスタートいってる、コンマ10平均いいのバチバチ、まあ、ここ彼の持ち味ですね、はい、だから彼は言ってました、船足はね良くないけどナイターになった、まあ、気温が下がるねナイターになった方がまだごまかしは効きますよと、だから暑い日中は嫌だ、まあナイダーだし今日はね、はい、今日は昨日と比べても気温は下がる予報なんで、はい、石倉選手にとっては、まあ、いい条件になるのかなと思いますね、うん、新人はね大亀くんがどうするか、はい、どうするって言ったら、まあ、このメンバー見たら、まあ、枠慣れじゃないのかなと、うん、今節はスローからしか行ってないけど、はい、まあ、何メーター起こしても自分は大丈夫と、ということはそういう子にでは、まあ、3対3になるのかなと思いましたね。可能になりそうですかね、うん、石倉選手、今年3回目の VM とか、まあ、自身4回目の優勝かかるんですよね。そうですね。面白いって言ったら変なんですけどね、はい、まだ1号艇の優勝はないんですよね。大体普通ね、1号艇で初優勝とか行くことがあるけど、はい、3回勝ってるレースが全部1コースじゃないって、彼は面白いタイプですよね。そうですね、珍しいですよね。そうそう。でね、実はね、今年4月の若松が、はい、予選トップで勝ち上がったレースでね、うん、優勝戦1号艇だったんですけど、悔しい2着になってるんですよ。だから本人だからあの悔しさがあるんで、とにかく今回は勝ちたいと。今回も予選トップ通過ですからね。そうで、勝つためにどうするのって、はい、スタートは行きますって。だからスタート行って、本人言ってました、もう砂ね、直線は良くないんで、もう自分がスタート行って、はい、外から来られたらもうしょうがないと。だからその分自分で来られないためのスタートは頑張っていきますと、はい、だからじゃあ石倉選手、こうスタート頑張っていきましょうね。はい、注目ですね、うん、でここはもうね、気力評価が差がないんで、はい、変な話もう誰にでも2、3着はチャンスがありそうなんですよねちょっと混戦な感じもしますよね。そうでも、まあ、船足の良さで言うと、まあ、飯山選手はもうちょっと2コース向きじゃないのかなと。はい、回り足がいいだけなんだよね。全速で行ければいいけど、2コースはどうって1回落として差しになりますからね。そうですよね。そういうこと考えたら、まあ、安田選手よりも大上選手がいいんで、はい、大上選手の、ね、方はね、4コースか握って回ってまくりまくりだし、まあ、握っていける攻めるレースになれば面白いと思ったので、はい、大上選手対抗してますけど、はい、まあ、結論から言えば石川選手が握った時はもう内寄りの 2、3、4 で争うのかな。だから大上くんがよほどね攻めていってくれないと5と6はね、はい、なかなか出番がないんですよね。あ、そういうことですね、うん、でも小坂選手は5コース得意だし、はい、権藤選手もね、はい、僕6コースは大嫌いじゃないって言ったんですよ、はい、イメージ、うん、これ面白い、1と5は嫌いと、2、3、4と6はすいいえ、なんででしょうね。普通は1が好きで6嫌いでしょ。そうですよね、1と5嫌いだって6はいいってっていうことを言われてたんでね、はい、気になる方はね、まあ、権藤選手この中唯一ね優勝ないんですよね、はい、そろそろ初優勝したいよとは言ってましたけどね、そうですね、でもちょっとこう面白そうですね、はい、さあまず改名は1番の石倉選手から、まあ、内寄り4番、はい、2番、3番の2、3着6点、そして狙い目ではまくられたらまくり返す4、大神が倍返しだ。なんかどっか聞いたことあるね。これ聞きましたね、どっかでね。昨日大神選手はインコース破れたのは外からね、安田選手にまくられたんですよね。そうでしたね。じゃあ今度はオイラがまくってやるぜとは言われ、まくってる場合とかわからないですね。はい、ね、もうとにかくね、大神選手はね、4コースはね勝ちパターンを見るとまくり勝ちが多いんですよね、はい、そうなんですか。だからとにかく握って攻めていく、それは石倉選手をスタートラインでまくるのはちょっと厳しいかもしれないけど、はい、2と3がね、まあ、スタートが壁にならなかった場合は大上くんが1走、うん、昨日ずっと話しててね、まあ、コースとか考えた時に、はい、まあこのメンバーなら枠慣れだろうねと、まあ、でね、何メーターでも起こせると、ではい、自分が全速でスタート行ければ、はい、このメンバーエンジンメンバー考えたら出ていくかもしれないよって言ってたんですよね。じゃあとにかく大神浩二が大胆なレースをしてくれたら面白いかなと。はい、その時はやっぱりね5と6もついてくるんでね、うん、まあ、石倉選手がうちに残すとか考えて4の頭から1、はい、5、6の2、3着、まあ、ただ前節がね、はい、なんかあの6号艇のね、吉田さん勝ってね22万という出てたでしょ。ああいうのを取るんならね、やっぱり、ね、ボックスとかいうのはね、気になる方は買われてもいいですけど、でも僕はあえて4の頭にしました。
はい、前節もね、あのなんかね、直前予想でね、はい、6の2、3地区っていうのを見た人はね、取ったでしょ、あなたって時は。取ってませんよ、僕はって。そうだったんですよね。うん、だから気になる方は、ここね、権藤君、ね、先ほど言ったように、6コースは嫌いじゃない。はい、1のは嫌いって言ったらね、じゃあそんなのはまあ、面白いかもしれませんけどね、日頃のボックスなんていうのも面白いかもしれませんね。そうですね、4号艇大上選手が攻めていけば外もついていきそうということで、だからね、とにかく鍵を握るのは大上くんですよね、うん、どこまでいけるか、はい、だから今節は気力差がそんなにないんでね、低調期なんでね、はい、ちょっと面白い優勝戦になる可能性がありますよね。そうですか、うん、はい、ありがとうございます。さあということで、第12レース優勝戦についてこのようにお話し、挙げていただきましたので、皆様ぜひ参考にされて第12レース優勝戦までお楽しみください。さあということで、最終日の本日も展望番組をお付き合いいただきましたのは、スポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。よろしく。